皆さんこんにちは、エイボンシーライターでございます。今日は福島空港開港30周年記念として、福島県内各地をブルーインパルスが飛行するというイベントです。今私が来ているのは、福島県白河市コミネスの駐車場です。こんなに人がいるんですね。コミネスは私頻繁に来るんですけど、こんなに車がいるっていうのを初めて見ました。こちらが小峰城ですね。まあ正式な30矢倉なんですけども、さあそれでは間もなくブルーインパルスが小峰城の上を通過します。それではご覧ください。